今日は3層のダイオード整流器についての動画です。ダイオード整流器の基本的な役割としては交流電圧を直流電圧に整流します。身近な例だと電化製品の AC アダプター、こちらには単層ですがダイオード整流器が入っています。今日の動画はこちらの3層のダイオード整流器について紹介します。単層のダイオード整流器ではありません。単層については前々回の動画で解説しています。こちらは Amazon で購入したダイオードブリッジ整流器、3層 100A 1600V、価格は1872円、多分安いと思います。一応単層と3層の違いについて説明しておきます。皆さんが普段使っているのは単層、コンセントから来てる電源です。 100V の電圧が1つだけです。一方で3層は何かというと、このように位相が120度ずつずれた電源のことです。工場とかでよく使われています。動力とも言います。会社名は新世紀整流器有限公司、聞いたこともないメーカーです。会社の名前を検索しましたが出てきませんでした。パッケージの横に一応定格電流と定格電圧が書いてあります。これだけだと情報が少なすぎるのでデータシートも検索します。この製品のデータシートは出てきませんでしたが、似たような製品のデータシートは出てきました。まあ参考程度にしとくのが良さそうです。パッケージに書いてある商品の画像と実際に来た商品の画像は違います。これは謎です。手元に届いたダイオード整流器は Amazon の商品ページと同じものだったので問題ないです。これは配線の取り付け部分です。こちら3つ並んでいるのが3層交流の入力端子、そしてこちらマイナスとプラスのそれぞれが直流の出力の端子になります。早速分解していきたいと思います。実際には一通り実験が終わった後に分解しています。もったいないからね。こちらは外装を取り払った状態です。白いシリコーン状の樹脂のようなもので固められていました。ちなみに他社製のパワー半導体モジュールにはこのようなゼリー状の風刺材が入っています。こちらの白い樹脂、弾力性はあるんですけども、このように引っ張るとボロボロと崩れます。シリコーンを全部除去しました。丸いのが6個あると思うんですけども、これがダイオードの単体の素子になります。こちらの6個のダイオードを配線で接続することによってダイオードブリッジを構成してます。上から AC の端子が3本生えてると思うんですけども、こちらは上下のダイオードの真ん中のところに接続されます。上側の3つのダイオードの仮想導を全部短絡して、でそれをプラスの端子に引っ張ってきます。下側のダイオードのアノードの端子を全部短絡して、でそれをマイナスの端子に引っ張ってきます。ダイオードと放熱板の接続はどうやらハンダ付けで対応しているようでした。こちらの黄色い部分がフラックス でそのフラックスの下の部分にハンダが見えると思います。放熱板と端子の部分が導通していないか念のため測定しました。普通は導通していないと思います。まあ試してみたんですけども、結局導通している箇所はありませんでした。なので多分大丈夫だと思います。念のため電圧も加えましたが電流は流れませんでした。多分大丈夫。早速全波整流回路を作っていきたいと思います。回路図はこちらです。こちらが電圧波形です。3層電圧、3層 200V が来ています。当たり前ですけども位相がそれぞれ120度ずつずれていて、実行値は 209V です。上の方でうねうねしている青色の線がありますが、こちらが整流後の直流電圧になります。こちらの青色の線が直流電圧です。平均値でだいたい 270V くらい出ています。直流電圧は3層線間電圧の放落線の波形になります。なので電源周波数の6倍の電圧リプルの波形が出ています。 50×6 で 300Hz ですね。
単層の全波整流波形と三層の全波整流波形の一番の違うところは何かというと、単層の全波整流器からの出力波形っていうのは 0V まで落ちる期間があるんですね。で、一方で三層の場合は 0V まで落ちてないで、三層の線間電圧の放落線に沿った波形っていうのが出てきます。実際見てもらった方が早いと思います。こちらは前々回の動画で作成した単層全波整流器。これは単層の動作波形です。青色の線が全波整流波形なんですけども、 0V まで落ちています。こういった 0V まで落ちる電圧リプルをなくそうと思ったら、大きいキャパシタ、電解コンデンサとかをつける必要があるんですね。次にこちらの回路の電流も測定してみたいと思います。一番上の波形が直流電圧、黄色の波形は3層の線間電圧です。 UV 層の線間電圧を取ってきてます。で、青色の波形は何かというと、これが U 層に流れる U 層の電流です。抵抗負荷を接続しているのに基本波の力率が遅れているように見えるんですけど、これはなぜかっていうと、今こちらの黄色い波形は何かっていうと線間電圧なんですね。で、三層交流の場合、線間電圧ってのは送電圧に比べて30度進みます。たまに混乱しますが、この回路には基本波力率1の電流が流れています。有層の電流が120度通電してると思うんですけども、この期間、120度通電期間も電流の波形が少しリプルが乗ってますね。これはなぜかというと、直流電圧にリプルが乗ってますね。このリプル分の電圧が今回抵抗負荷なんで、そのまま電流に見えるわけです。次にコンデンサを取り付けて、コンデンサインプット型の回路にしてみたいと思います。回路図はこちらです。このような波形になりました。これがコンデンサインプット型整流器の悪いところなんですね。電流波形が一瞬だけもうピョコって流れるようになってます。ちょうどこの期間で系統の電圧が歪むんですね。電圧が歪むと何がいけないかっていうと、そこに接続されている他の機器に悪影響を与えるからです。例えば工場とかだと、力率を良くするために力率改善用の深層コンデンサを取り付けることがあります。電圧波形が歪んでるっていうことはどういうことかっていうと、電圧に高調波が乗ってるんですね。高調波に対してはコンデンサのインピーダンスというのは低くなりますから、過電流が流れて、で、そしてコンデンサが加熱して燃えるということがあります。次にチョークインプット型の回路を作ってみたいと思います。回路図はこちら。 8mH ぐらいになるように巻き線を巻きました。今回電流は 1A も流れないので、細い巻き線で OK です。やはりこのようにチョークコイルを入れた状態でも電流は少しピョコッと飛び出ます。というよりかは負荷が軽すぎるのかもしれません。インダクターに蓄積されるエネルギーは電流の2乗に比例します。今回電流 1A ですけども、負荷を変えて電流を 2A、3A 流すと、エネルギーは2倍、4倍、9倍に増えていきます。そうするとこちらの有層の電流波形も、もう少しフラットな120度通電波形が得られると思います。最後に動作モードを説明しておしまいにしたいと思います。動作モードを考える回路はこちらです。有層、V 層、W 層の送電圧を考える必要があります。動作モードは全部で6個あります。どこで動作モードが切り替わるかというと、送電圧の大小関係が切り替わるタイミングで動作モードが変わります。3層全波整流回路、ダイオードが6個あるんですけども、ではどのダイオードが導通するか。これはですね、上側のダイオードについては電圧の一番大きな層のダイオードが導通します。そして下側のダイオードについては一番電圧の小さな層のダイオードが導通します。例えば有層のダイオードだと、こちらの赤い太線の部分で上下のダイオードどちらかが導通します。
例えば動作モードが1の場合、こちらは郵送の上側のダイオードが導通します。そして下側のダイオードについては V 層のダイオードが導通します。こちらは動作モード2、郵送と W 層のダイオードが導通します。動作モード3では V 層と W 層のダイオードが導通します。こんな感じで動作モードを 1,2,3,4,5,6 というふうにどんどん切り替わっていきます。で、動作モードが6番になったら次に来る動作モードはまた1番に戻ります。で、電圧が来ている限りこの動作を繰り返します。直流電圧は導通しているダイオードの層の電圧が出てきます。この場合だと VU-VV です。つまりこの期間の直流電圧は U 層と V 層の線間電圧になります。動作モードはどんどん切り替わっています。なので結局直流電圧は線間電圧の放落線になります。これが3層ダイオード整流器の動作原理です。はい、ということで今日は実際にダイオード整流器を使って回路を作ったり測定したりしました。今回の中華製のダイオード整流器だったんですけども、まあ、大きい負荷はかけていないんで何とも言えないんですけども、まあまあ普通に使えると思います。まあ結局安いから使うんですよね、こういうのは。長時間の信頼性についてはちょっとわからないですね。今回はただ単に3層の電圧を整流しただけですけども、もっと他の具体的な用途とかに関しては、例えばオフグリッド用の風力水力発電機とかの電圧を整流して、でそしてパワーコンディショナーにつないでいたとか、そういったところに使えると思います。ということで本日の動画はおしまいです。動画のご視聴最後までありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。